生で食べれるピーマンとかも扱ってたりするでしょ、はい、そうですね。それはこれから。そうですね、もうちょっとしたら入ってくるはずなんですよ。で今回間に合えば一番良かったんですけど、ちょっと前の生について食べれるその人の同じ人のズッキーニだったんですよ。ズッキーニが、もうその人は生で食べれるんですよ。おー、えぐみとか何も全くない、はい、生で食べれる。生で食べる。ピーマンも生で割れる。その人も自信持って作ってはるから、その人も脱サラして、その人と同じように脱サラして自分でやり合って、まだちょっと分からないから、また大変やろうなと思うんです。玉ねぎの種もそうだけど、自分で、そこの種もお皿に巻いてきて、自分でしてやるから、自分のものにこだわりもあるし、